はい、こんにちは、こじるんです。今日もファイナルファンタジー10スフィア版縛り続きをやっていきたいと思います。スフィア版縛りなので、どこも振ってない状態です。初期数値のままですね。全員こんな感じですと。じゃあ今日は進んでいきたいと思います。ちょっとこの辺りの敵は勝てないので、エンカウントなしでサクッといってしまいたいと思います。捕獲はまた後で、やっていきたいと思いますけれども、この辺は走ると通ったところが道ができていく感じで、マップができていきます。結構エンカウントするので、初見の時とかはこう随分時間かかったんですけれども、エンカウントなし装備だとさっさと進めていいですね。一応アイテムは全部回収していきたいと思います。宝箱がいくつかあるのですけれども、まああんまり必要なものはないような気もするんですけれども、ここはぐるっと回って、これは上からじゃないと取れないですね。向こうから回ってくる感じですね。この上にあるのが左からずっと回んないとダメだかな。こっちから行けたっけな。ここに道があったかな。なさそうだぞ。ここにはつながった道はなさそうですね。じゃあ戻りますか。割と変なところに行ってみないとわからないところに宝箱がいくつかあるんですよね。こっち左へ行って上から回る感じですね。割とね、端から端まで行かないとちょっとしたところに宝箱に行く道があるんですよね。マップを見ながら進んでいく。これが宝箱の上に出る道かな。こうつながる手前、この辺にあるかな。ありました。宝箱を落ちないように、落ちると一周してこなきゃいけないのでね、特殊スフィアを手に入れました。ありがとう。今回はスフィア版縛りなどでね、ここにもありますね、この尖ったところ。これなかなか忘れがちなんですよね。ユーマの指輪を手に入れました。これはユーナの装備ですね。防具。水吸収、炎吸収、雷吸収ですが、もう全部吸収を作ってあるので、いらないですね。後で売ってしまうことにしましょう。で、じゃあ進んでいきましょう。これで、この辺に取り残しはない。こっちへ行って、よし、ありましたね。これが忘れがちなやつ。エリクサーをもらいました。ありがとう。よし、ここはこれだけかな。
で、あと、こっちはないね。あと2つぐらい宝箱あったかな。反対側の滝の上側にあったはずなので、それを回収しに行きたいと思います。見えましたね。そこに1個あるけれど、あ、こっちが先だね。これも落ちないように回収します。ウィザードランス、決まりの武器ですね。魔法攻撃3510、魔法特化の武器ですね。魔法振りしてる人がいたら使いやすいんじゃないかと思いますけれども、とりあえず私は決まりは普段でも物理にしか振らないのでいらないですね。と、これが宝箱最後かな。レベル3のキースフィア、ありがとう。よし、これで終わりかな。こっちは行き止まりで、こっちを回らないと確か行けないんだったな。ここは突き当たり、取り逃しはなさそうかな。ここも何もない。よしよし、こんなところでしょう。セーブスフィアが見えてきたので、そこで一旦セーブをして、ボス戦ですね。装備を見ておこう。ノーゲーム。とりあえず防具はみんな、ここは吸収の防具にしておきたいと思います。四属性吸収ですね。とりあえず全員分作ってあるので全員着替えておきましょう。これはこのままで OK。 アーロンさんも吸収防具に着替えましょう。これで全員大丈夫かな。武器はリュックはこれでいいかな。ゴッドハンドの方がいいのかな。薬の知識の方が必要かな。アロンさんは正宗かな。まあ、カウンターって言っても物理攻撃してこないので必要ないですしね。スローは効かないし、まあ、捕獲もできないし石化もできない。どれでもいいかな。まあ、とりあえず正宗にしておきましょう。輪っかも何でもいいかな。ゾンビにはならない、石化もならない。回避カウンターも意味ないし、
まあこれでいいかな。ティーダはフラタニティ、先がけ意味あるかな。別にいらないんだよな。なんなら見破るが一番大事な気がするので、フラタニティにしておきましょう。ルールーは一応ブーストサボテンにしておこうかな。まあ、ルール出さない気もしますが、一応変えておきましょう。ユーナは、MP 消費1。ニルバーナでいいかな？ピンチにドライブ。ニルバーナでいいでしょう。決まり。魔法カウンターがありますが、カウンターで打ったのも回数に入っちゃうんじゃなかったかな。こっちの攻撃した回数でアルテマ打ってきますからね。まあ多分決まりは出さなくて済むと思うので、これでいいかな。よし、じゃあ行ってみましょう。いましたよー、しつこいやつが。しつこい野郎だな。ふふふじゃないんだよね。真は私を受け入れたのだ。私は真の一部となり、不滅の真と共に行く。永遠にな。吸収されただけじゃねえか。いずれ内部から支配してやろう。時間は、そう、無限にある。お前たちがユーナレスカを滅ぼしたおかげで、究極召喚は永久に失われ、真を倒す術は消えた。もはや誰も真を止められる。止めてやるよ。なら真を守らねばならぬ。感謝するがいい。私はお前の父親を守ってやる。よし、始まりましたよ、神曲が。曲がいいんですよね。まず何をするべきか。とりあえず、アーロンさんを2倍にするかな。それともヒーストかな。体力の薬、これをアーロンさんに使っていく。で、HP が、2060になりますね。吸収防具なんで、このまま放っといても回復するので、このままでいいかな。アーロンさんは、一応秘伝を打っておこうかな。練習がてら、セーブ。左、あ、ちょっと足りなかった。もっと練習しないとダメなんですよね。これなら打たない方が良かった。全員吸収防具なので問題はない。これで2060まで回復。
リュックは向こうなので出るんですね。で、リュックで、どうしよう。攻撃するべきか。氷の魔石を投げていく。後ろが赤なので氷が弱点ですね。これ後ろの番を一つでも回すと、弱点属性じゃなくなってしまうので回さない方が早く倒せるますね。氷が 1.5 倍なので、氷の魔石を投げていく。とりあえず全属性吸収なので、まあ楽ですね。このシーマー戦のためだけに結構全属性の防具を頑張って作りましたんで、ここは割とサクッといきたいんですけれども、アルテマがね多分ダメだと思うんですよね。とりあえずアロンさん2倍の状態でアルテマがどのくらい、でも2000じゃ耐えられないとは思うんですけれども、試しにこのまま受けてみましょうか。防具とか他の状態でなんとかなるんだったら召喚獣を盾にしないで倒せたらいいなと思ってるんですけどね。全属性吸収の防具があるので、これで、よし、これでマイティディスーパーを使っておく。もうどうしてもダメだったら召喚獣を盾にしてアルテマだけ守るでなんとかしていきたいと思いますが、いけるもんだったら召喚獣盾にしないでいきたいんですよね。ファイター、氷の魔石、905回いけば4500ぐらい効きますね。結構減ってきましたね。さあこれですよね、問題は。あ、デスペル、そうだ、デスペルしちゃうんだね。さんにシェルかけておこうか。あ、でもアルテマだからシェルダメだな、意味なかった。
アルテマはシェルもリフレクも通しちゃいますので関係なかった。うん、全然ダメでしたね。あー、ダメか。とりあえず2倍だけではどうにもならないので、このオートポーション、オートフェニックス装備の空きのところに、HP30 をつけてみて、変わんないかな、これじゃあ。ちょっと一応これでもう一回やってみましょう。これに変えて、いや、とりあえずアルテマ前は吸収装備でないとダメだよね。その前に死んでしまうので、このままで、アルテマが来そうになったら、着替えたいと思います。とりあえず、体力の薬をアロンさんに使う。これで2倍で、巨生罰を打ち込んでおこうか。上、下、右、左、はい、お、間に合った。これで、アーマーブレイク、メンタルブレイクが入りますね。まあ入ったところで意味がないんですけど、リュックしか攻撃しないので意味はないんですけどね。これで、氷の魔石を投げていく。はい、さあ。この後ろの電光天極ですけれども、一箇所ポンって殴っておけばくるっと回って一箇所だけ違うのになります。そうすると最後の一回だけ、違う羅系の魔法が来ますね。でもその場合弱点属性が変わなくなってしまいますね。ちなみに2つずつにすると全部羅系の魔法がきますね。赤と黄色2個ずつにするとファイラファイラサンダラサンダラっていう感じの魔法が飛んできますね。スフィア版縛りでなければ2箇所回して2種類の化け魔法をかけておけば無傷で済みますけどね。まあ、弱戦属性があるので回さない方が楽といえば楽ですよね。地道に減ってますね。
もうちょっとね、2万ぐらい減りますね。何しろ相手の攻撃時間が長いのでね。氷の魔石、さあこれでアルテマかな。お前を失う救いや希望はスピアの部分もあるし、永遠の安息を受け入れるがいい。でスペルが来てミスミスミスと、アーロンさんが着替える。これでアーロンさんを回復する。お、600増えたのでどうだ。これで少しは耐えるかな。防御防御、アルテマが来る。全然ダメだな。ダメだな。どうしようかな。はい、ちょっとマカラーニュの森に戻ってきました。いい品が入ってるよ。ちょっと防具を買いに来たんですけれども、一応普通のアイテムも足しておこう。よし、オッケー。いらっしゃい。改造用の空の防具を、四つ穴の防具を買っておきたいと思います。とりあえず戻ってこないことも考えると、防具を全員の分買っておこうか。確か1個ぐらいある人もいたと思いますけれども、一応全員買っておこう。もう一個ずつ買っておくかな。まあ、また戻ってくることを考えたら買っておこうか。武器はいらないかな。一応買っておこうかな。武器でもそんなに必要ないといえばない。まあいいでしょう。はい、戻ってきました。でこれでアーロンさんの装備をちょっと改造して、 HP プラスをつけていこう。HP プラス 30%、これをつける。 20% もつける。 10% もつける。これで 60% アップになる。そしてオートフェニックスをつけた方がいいよね。
これで行ってみましょう。こっちに変えて、一応決まりのP30%、20%、10%、5%、一応自爆用の武器じゃない防具を作っておく。まあ必要ないような気もしますが、じゃあ決まりはこちらにしておきましょう。自爆も最大 HP の3倍のダメージが出せるので HP プラスをつけておいた方がいいでしょう。まあセーブしなければ大丈夫なので、これで1000を超えますもんね。1062になりました。体力の薬を使って3倍、6000ちょっとのダメージは出せますね。よし、ちょっとこれでいってみましょう。これで、あ、まずい、リュックしか動けないぞ、シモアの前に。これはどうしたもんか。チョコボの羽でいけるか。あ、よし、全員シモアの前に動ける。じゃあこれでチョコボの羽を使う。これでアーロンさんが着替える。これに着替えて、よしで、ハイポーションで回復する。これで3296まで上がったぞ。アルテマー、あー残念でした全然ダメだったな。やっぱり召喚獣で受けるしかないかな。よし、じゃあこれでオートフェニックス、もう一回挑戦だ。MP じゃなくて HP30、 20、 10、よし、決まりはいいや。よし、このままちょっと行ってみよう。メンバーもティーダの方が輪っかより動けるのでティーダにして、オーバードライブタイプもリュックは修行の方がいいでしょう。必ず倒れてしまうので修行。アーロンはフンヌで大丈夫、ティーダは修行で。よし、これで行ってみよう。よし、これで
体力の薬をまずはアーロンさんに使う。今度は調合を使っていきたいな。とりあえずは叩く。今からやっても仕方ないのでね。デスペルが終わってからですね。デスペルが終わったら調合で、ウルトラバオールでもちょっとかけていきたいかなと思っています。シェルとか関係ないんですけれども、確かね、集中とかそういうのが大丈夫だったと思うので、集中5回分バオールで上げられるので、ウルトラバオールをかけていきたいと思います。そしたらダメージが3分の2になるはずなんですよね。集中5回で。励ますと集中両方かかるのでね。そしたらもしかしたら耐えるんじゃないかなと思っています。これで耐えられないとなると、召喚獣で、アルテムを受ける作戦に変えていこうかと思いますけれども、これでなんとか耐えられるようだったら、召喚獣で耐えるのはしないでおきたい。魔石、アーロンさんは防御。シーマーのターンでファイガが必ず4回来るので、相手のターンが長いですね。光の魔石、思考の魔石の方が良かったな。もう一丁光の魔石、まあ、2回盗めたから良しとしましょう。これでデスペルが来る。盗むも回数に入っちゃうんですね。これでアーロンさんの番だからちょうどいい。これで着替えて、これに着替えて、あー、これあれだ、調合したところで回復ができないな。でもちょっと調合して、月のカーテンと、なんだっけ、ないぞ。カーテンと
あ、これだ、回復の泉かな。これでウルトラバオールよし、これで多分ダメージが減るはず。アルテマどうだ、ダメージいくつだ。お、減ってる。2800ちょっとぐらいのダメージになっているかもしれない。とりあえずちゃんとやろう。はい、じゃあちょっと長くなってしまったので、続きは次回にしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。ではまた、バイバイ。